活動した。抽象表現主義の画家で、愚象とも抽象ともつかない表現と激しい筆触が特色である。デクーニングは、ジャクソン・ボロックと並ぶ、アクション・ペインティングの代表的作家であり、抽象表現主義の創始者の一人として、20世紀美術史の上に重要な位置を占める。1904年、オランダのロッテルダムに生まれた。青年期は、 商業美術の会社で働く傍ら、ロッテルダム美術工業学校の野学で学んだ。オランダ時代には、モンドリアンらのデステール運動に接している。リソ -2926 年渡米へ。以後、アメリカで活動する。1927年頃、アルメニアから来た画家、アーシュル・ゴーキーと知り合い、影響を受けた。デクーニングは、1930年代半ばまでは、 商業美術の仕事で生計を立てていた。また、ポロック、マーグロスコラ他の中小画家たちと共に、プリングウィズピエの連邦美術計画の仕事にも携わった。連邦美術計画とは、ニューディール政策の一環として、画家たちに公共建築の壁画の制作等を移植したものである。1948年、ニューヨークのイーガン画廊で初の個展を開催して、 ノースカロライナのブラックマウンテンカレッジで教えた。デクーニングは1940年代頃からは人物表現に関心を寄せ始める。1950年代初期から始まった女のシリーズがよく知られている。ポロックのドリッピング絵画とは異なり、デクーニングの描く女はキャンバスに筆で描いたものであるが感情の赴くままに筆を走らせたように見える画面は ほとんど抽象に近づいている。その後、画面から具体的なイメージを排した抽象的な作品を描いていた時期もあるが、1960年代後半から再び女のテーマに取り組んでいる。ありがとうございます。